昨日の読売新聞一面トップに何やら怪しい仮面の男が掲載されていたんですよ。一体誰かと思えば YouTuber のラファエル氏でした。見出しは過激動画再生数稼ぐとなっています。これは読売新聞が今連載をしているですね、情報偏食というシリーズで、今回は YouTuber が取り上げられているんですよ。一面だけじゃなくて他のページでも取り上げられていまして、3人登場するんですが、ラファエル、ヨリヒト、ヘズマリュウです。長年 YouTube を見ている方であれば名前くらいは知っているという面々なんじゃないかなと思います。記事の冒頭こう書いていますね。過激で極端な情報やフェイクニュースが溢れ、デジタル空間はカオスと化している。背景にあるのは人々の関心を奪い、広告を閲覧させることで収益化を図るアテンションエコノミーだ。第4部では情報の発信者の姿を通してその実像を描くとのことです。それで先に挙げた3人が登場するんですが、なんかいろいろトラブルがあったチャンネルだなと思いますよ。まずラファエル氏ですが、過激動画が受けて人気のチャンネルになるんですね。それでアダルト系やトラブル系は伸びると確信したそうですね。収入もどんどん伸びていくんですが、YouTube の規約違反で19年1月にチャンネルは停止になってしまいました。これは内容的に仕方ないと思うんですよね。しかし、ラファエル氏の場合、またチャンネルを立ち上げてですね、今なんだかんだ176万人ぐらい登録者いますからね。それは素直にすごいと思いますよ。ただ、チャンネル登録者いるんですけど、今ちょっと厳しいのかなという局面でですね、数年前の記憶だと、その動画再生のアベレージでも50万以上とかあるイメージだったんですけど、今もうね、1、2万再生なんですよね。光るブーストが入ると数十万という再生数になるんですが、通常回がなかなか伸びてないと。もうここまでで相当稼いだでしょうから、なんかその生活に困るとかいうことではないと思います。ただやっぱりいい時期があるからこそ本人も悩んでるというか考えてはいると思いますけどね。次に出てくるのがヨリヒト氏です。この方はね、なんか精神が危ういというイメージしかありません。実際問題を起こして逮捕もされていますからね。記事によるとヨリヒト氏はお笑い芸人を目指していたんですが、炎上系の方が数字が取れるということでそっちに傾いていきます。内容的にはその YouTuber とかインフルエンサーとか、なんかそういうくくりの人たちの揉め事を取り扱ってるっていうイメージです。あと自分自身もいろんなところと揉めてくっていうね。それで昨年の3月行き過ぎてしまってですね、ある YouTuber のいじめ疑惑を根拠のないまま必要に発信したことで名誉毀損罪などで有罪判決を受けているんですよ。本当なんかね、精神が不安定だなっていうのは、だからそれ以前からそうだろうと思うし、なんかこう整形も繰り返してるし、危ない感じしますよね。以前 DJ 社長がやってる番組にこのヨリヒト氏が出ていて、なんかそのなんて見たのかな、なんか YouTube のおすすめがなんかに出ていて見たんですけど、あれね、完全にやばいやつでした。そんなヨリヒト氏、今は TikTok を主戦場にしているようです。ヨリヒト氏もやはり当時のことを後悔しているようなんですが、なんかこうあんまり、なんかやっぱね、以前やっていたことがやっていたことだけにいまいち同情されないのかなっていうのもあると思うんですよ。あとヘズマリュウも出てくるんですが、こいつはもう取り上げる必要はないでしょう。おのおのなぜそんなに過激な方に行ってしまうのかっていうと、やっぱり収益ですよね。過激なことをやると収益が上がるというのがあるからこそみんな過激になっていきます。それはもう視聴者との相乗効果なんですよね。投稿者が過激なことやって、それをこう視聴者が盛り上げるじゃないですか。で、なんかもっと期待に応えなきゃと思って、もっと過激なことやってっていう繰り返しでやばくなります。途中だから過激系の人も、これまずいんじゃないかなと考えてると思うんです。だけど変に日和ると視聴者が離れていってしまうっていう怖さがあるから、やめられないと。本当に薬物みたいなもんですよね。これ根本的に投稿者がイカれてるっていうのはあるんですけど、視聴者もそういうものが見たいっていう衝動があるからこそこういう動画ってなくならないんですよ。当たり前ですけど、視聴者はみんな応援するために見ているわけではありません。これはひどいと思って見ている人も多くいるでしょう。ともかく過激だからこそいろんな人が見て視聴数が増えて、収益も上がると。大体どのジャンルでもそうですよね。政治系なんかも同じなんじゃないでしょうか。投稿者と視聴者の相乗効果でどんどんカオスになっていきます。あんまり例に出しちゃよくないと思うんですけど、篠原丈一郎さんも YouTube で狂った一人だと思うんですよね。篠原さんとは以前参政党で一緒にやっていたんですが、
まあ、だからその篠原さん入れる前にもうちょっとね調べるべきだったっていうのは僕はすごい後悔としてあります。神谷宗平さんが連れてきたからまあいいかなって思ってしまったあれが良くなかったんですね。政治系の話題というのはまず最初に事実関係というのが大事ですよね。そんなの一丁目一番地というか、まあ、根本的に重要な部分なんですけど、なんかねもうそんなの関係ないっていうチャンネルというか人たち結構いっぱいいるんですよ。まずやっぱり篠原さんに衝撃を受けたのはキム・ジョンウンは死んだって言ってたことですね。いや生きてるでしょ。じゃあロシアに行ったデブは誰なんですか。あんなデブの影武者とかそう簡単に作れませんからね。で今カメラだってなんだって高性能になってるのに、で今もう AI 全盛期でしょ。それ反いや無理だよ。でもそのキム・ジョンウンが死んだっていう動画めちゃくちゃ伸びたんですよね。2020年のアメリカ大統領選挙の時にも真偽不明の話に次々と飛びついていました。本来ジャーナリストって情報を精査すると思うんですけど、なんかもう垂れ流しでしたもんね。篠原さんの話で一番笑ったのが投票用紙に GPS っていうものでした。電源どうするのかっていう話ですし、技術的にまあ可能なのだとしても、そんなの大量の投票用紙につける予算どっから持ってきたんだっていうね、ツッコミどころ満載なのにそういうのを精査せずに言っちゃうあたりがやばいなって思いましたね。ただそういうのが当時視聴者にめちゃくちゃ受けてたんですよ。根拠ないのに。その後の経過もまあカオスですよね。異常な秋篠宮家叩き、反論できないから言いたい放題なんですよ。普通に考えて皇室に弓引いてるだけですからね。本当に許せない話です。しかも驚くほどの親露派ですよね。あれいつでしたっけ、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、広島にロシアの駐日大使ガルージンとなぜか篠原さんが一緒にこう平和記念公園行くっていうね、何ですかそれは。あと税金滞納していたのを陰謀論でごまかそうともしていましたね。サラリーマンにはないんですが、まあ、僕みたいな個人事業主とか、まあ、その法人でもそうなんですけど、予定納税っていうのがあるんですよ。これどういうものかっていうと、まあ、前年の実績からですね一定程度の税額をもう先に納めちゃおうっていう制度なんですよ。税務署からすると、まあ、取りっぱぐれが減るからいいじゃんっていうことなのかもしれませんけど、まあ、その辺のこう資金繰り考えなきゃいけないから面倒っちゃ面倒です。個人事業だと、まあ、通知が来ますので、まあ、それをもとに7月と11月に、まあ、分割して納めるんですよね。僕も7月に納めましたよ。前年をもとに計算するので、昨年収益結構良かったんだけど今年は収益が、まあ、結構減ってしまったという場合は予定納税で納めすぎちゃうっていうことがあるんですよ。そういう時は確定申告した時に、まあ、後で還付されます、まあ、そういうもんなんですけど、 YouTuber なんてのは当然収益が不安定なので、まあ、ある程度先のそういう予定納税とかも含めて資金繰りを考える必要がありますよね。ただ篠原さんは資金繰りに失敗した様子なんですよ。それで税務署から督促が来るんですね。これ完全に自分のせいなのに緊急配信大きな圧力がかかりましたとタイトルつけて生放送をやる始末です。この中で明言はしてませんけど、なんかこうね木原誠二さんを示唆してるんですよね。いわゆる木原事件なるものを取り上げているから、なんかその木原さんが、手を回して税務署が圧力をかけてきたみたいなストーリーを視聴者に認識してもらいたいのか何なのか。でもこれただ税金滞納してるだけですからね。こんなの国家の圧力でも何でもなくて予定納税払ってないだけなんだから早く払えよっていう話なんですよ。でその辺の予定納税のその延納とか、まあ、なんかいろいろやるにしてもその延滞する前にやらなきゃいけない話です。こういう状況なのに秋篠宮がみたいなこと言ってても何の説得力もないからね。僕からするとかなりやばい話だなと思うんですけど、でもねなんだかんだね篠原さんはねすごい上手いことやってるんですよ。さすがに大統領選の頃のようには稼げてないと思いますよ。ただそれでもやっぱ信心深い視聴者さんに囲まれてるんですね。篠原さんが税金を滞納しているだけなのに陰謀を示唆することで結構ねスパチャとかも来てるんですよ。で篠原さん自身が現金書き留めでも送金してくれって言ってるんですけど、だから結構やってるみたいなんですよね。あでもこれはこれでまた課税されますよね。こんな感じでお金集まるのは本当にすごいと思いますよ。やめられないでしょうね。収益化っていうのは功罪があると思います。こうやって収益があるからこそみんなこう頑張って動画を投稿するし YouTube 全体が盛り上がるというのはあるんですよ。だから YouTube って今もうね世界一のなんていうか動画配信サイトになったわけですし、ただ僕自身 YouTube を長くやってきて思うんですけど、自制心というのがね特に大事だと思います。変なことやると長期的に信用を失うかもしれませんからね。お金に取りつかれるとまずいですよ。
どんどん過激な方向に行ってしまいます。僕ちょっと全然知らなかったんですが、まあこれ友人から聞いた話で、やっぱその L の分野とかもどんどん新手が出てきてると言うんですよ。例えばノーブラ散歩とか、全くけしからん話ですよ。青少年の育成によくありません。そんなものは全て削除するかどうか入念に検討を加速させる方がいいんじゃないかなって思うような気がします。迷惑系で言うと、なんか最近あのジョニー・ソマリっていうね、あの迷惑系がいるんですけど、あいつはもうね、国外追放してほしいですよね。あと今 X 旧 Twitter の収益化の道も開けてしまったので、今後よりカオスになるんじゃないかなという気がするんですが、まあでも考えてみると X は元からカオスでしたから、あんま変わらないような気もします。ということで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。